どうもマイルですニックです。はい、今日はですね、コウジさんとツーリングですね。うん、まあ、とりあえずもう今からすぐ出るんで、ちょっと向かいたいと思います。はい、今日のツーリングも今始まりました。ということで、何やねこれ、シールドなんか虫入っとるから。はい、ということでですね、今日もツーリングが始まりました。いやー、朝曇ってたけど、なんかちょっと晴れ間が見えてて良くなってきましたね。寒いけどね、今日ちょっと。まあ今日はね、でも遠くには行かないんで、近場なんで、というのもね、もう冬じゃないですか。ということでね、まあ以前から夏一回しましょうよということを言われてたんで、でまあもう今年も終わりなんで、まあ年内に一回やりませんかということで、はい。今日は近くのレイクに行って夏をしようということで、機材一式シートバッグに積んでレイクに向かっております。まあ以前ね、一人でやったことあるけども、一人はやっぱちょっとね寂しいというか、ちょっと僕のスタイルではないんで、まあ今日はね二人なんで、まあ楽しくワイワイ言いながらラーメン作れるかなと思って期待しております。まあじゃあそういうことでね、まああんまりこれ長くなると今度ラーメン作ってるとことか取れへんなるかもしれないんで、とりあえず、現地までこのまま向かいたいと思います。それではまた後で。じゃあね。いやーなんか、天気やってきたんかなと思ったら、なんかちょっと曇ってるし、雨さえ降れへんかったらええんやけども、あと多分5分ぐらいでその一応予定している場所には着くんですけどね、ただまあそこでできるかどうかっていうのはちょっとね、まだ疑問なんですよ。まあ、行ったことないんで、一応地図見たら、まあ、ここやったらいけるんちゃうみたいな、まあ、そんな感じなんでね、とりあえずまあ行ってみてるんですけども、大丈夫かなって感じやけども、まあこれでも、まあ、今日はでもあれやね、夏2人やし、これちょっと1本の動画って収まれへんのちゃう？一応俺は今日一応普通のカップラーメン的なラー2の用意しかしてきてないけど、コウジさんがどんなものを用意してきてるかっていうのもちょっと楽しみやしね。まあこれはちょっとあれかな、まあまあ僕の仙台の先生と呼ばせていただくチャリさんの言葉を借りて言うと、引っ張る男の勲章になるかな。今日はとりあえず到着するまで、で次の動画でまあラーツの全貌をねちょっと公開するみたいな感じになるかなと思いますけども、もう僕はもういたって普通のラーツだけど、まあコウジさんとこハーレーやしね、箱いっぱいついてるからどんなもん積んできてるのか。それも楽しみ。おお、でもちょっと春間も出てきたし、ええ感じになってきたんちゃう。ちょっと今何時、今11時10分。もうすぐ到着。でもラーツーって言えば、俺家にあるねえ、ボンベ岩谷につけですね、あれ前回使ったら持ってきたけど、中身あるかどうか確認しないんだけど大丈夫かな。もうだいぶ前に一回やってからほったらかしやったからね、多分まあ中身のガスは足りると思うんだけど、まあなんとなくけど、しかし寒いなちょっとこれ。まあでもラーメンにはちょうどええか、ちょっと寒い。ああ寒っ。
いや、風が冷たいわ。もう着きますよ。一応ね、レイクのほとりというか、まあ湖なんでね、まあそんな海ほどきれくはないけども、まあ湖のほとりでできればなーということで、うん。いやー、まあでもやっぱりね、やろうと思ったことはやっぱりね、コンプリートしたからだからね、うん。まあ RZ で、この間カフェもね、一応今年に行くよっていうのもちゃんとコンプリートしたし、まあね、浩二さんと約束したラーツね、もう今年中にやりましょうって言ったらもう今日やってコンプリートさせたいし、うん、いやー楽しいね、うん、寒、むっちゃ寒いし、やっぱりこれこの湖とかこの海の近くが寒いから風がやたら強いねんけど寒くて、ちょっとどうせ顔出しせえへんからヘルメットかぶりながらラーメン作ろうかな動画撮らなあかんしね、どっちにしても、もう寒い、なんだこれ、吹きさらしやからかな、うわ来ました、おーいいね、あ結構車切ってるな、ああるあるある、机あるある、ここ大丈夫や、お、いけるいける、お、いけるぞいけるぞ、ここ大丈夫や、お、ベンチもあるやん、お、バッチリじゃん、もしかして、